早速東京のあばれる君を呼んでみましょう。あばれる君、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。パソコントラブルは大丈夫ですか？大変失礼いたしました。もうご安心ください、大丈夫です、はい、さあ今回はですね、あるもので地域を活気づけようと奮闘する昭和村の移住者との出会いを振り返ります。はい、お願いします。やってきたのはのどかな田園風景が広がる大足地区の一角にあるこちらのお宅。立派ですね、お家。どうも。こちらが去年茨城県から昭和村に移住した所さん。所さん、たまたまインターネットで見つけ一目惚れしたこちらの地区およそ160年の古民家を購入し、一人で暮らしています。実は茨城県つくば市にも家があり、奥さんやお子さん、そして義理の両親が暮らしていますが、ここ昭和村に単身で移住したのにはある秘密が。その理由は後ほど。すごい綺麗。なんかおしゃれじゃない？リノベーションとか。ここだけリノベーションされたタワー、とてもね。リノベーションされた広さおよそ16畳のリビングダイニングキッチン。若いおしゃれな。そして隣には20畳の和室。さらにその隣には客間として利用している広さ12畳の和室があります。すごい広いですね。持ち合わせはしないです、ね、いや全然もうもっと広くてもいいかなっていう感じ。すごいね、そんな広いんだよね。この広々とした古民家で一人で暮らす所さんですが、ご職業はというと。私ね、はい、筑波でね、旅行会社やってるんです。旅行会社をやっている、はいはい、で、今もこっち来て、もうこ、まあ、2拠点ですね、はい、まあ、週に1、2回会社の方に行きながら、はいはい、そう、所さんは茨城県筑波市で旅行会社を営む社長さん。ここ昭和村に単身で移住したのにはこんな理由が。ここでこれから農業をテーマにしたグリーンツーリズムをやろうかななんて思ってます。グリーンツーリズムは農村などに滞在し、農業や伝統工芸、さらにその地域ならではの食材や豊かな自然を楽しむ活動のこと。部屋数の多い古民家を購入したのもそのグリーンツーリズムで滞在施設として利用するため。さらに地域に点在する耕作放棄地の再生活動にも取り組んでいます。ここでは酒米を作ります。で、ここだけのオリジナルの日本酒を作りまして、それをヨーロッパに輸出します。おーいしょー、はい、素敵。待ってろよヨーロッパ。その輸出した日本酒をきっかけに昭和村を知ってもらい、ね、外国人観光客を呼び込もうという計画なんです。じゃあこれはさ、はい、行ってくるわ俺。お、行ってらっしゃい。やります。やれるんすか？自分にやらせてください。耕作放棄地を、うん、もう耕作地に変えるわ。おあ、言ったことあるわこれ。ということで耕作放棄地の開墾作業をお手伝い。あー、でも似合うな。自分でそらそら似合うなこれ。動け俺のトラクター。鳥人間コンテストイメージしてる。そして開墾作業が終了。3年後の計画の実現を目指し、今年はおよそ1500坪、さらに来年はその6倍の9000坪の耕作放棄地を開墾するそうです。仲間に手伝ってもらったりとか、うん、これから募ってですね、みんなで再生していきたいななんて思ってます。じゃあこの、いやーすごいですね。やっぱりバイタリティが9000坪を開墾予定っていう、もらったヤンマの帽子はもう今でもジムで取り続けてますから。そうなんだ、はい。あばれる君、 VTR に出てきた酒米作り、はい、その後どうなったのか所さんに直接教えていただきましょうか。お願いします。はい、所さん。
あ、入ってますか。入りました。よろしくお願いします。あの後どうですか、酒米は。お酒作り。はい、あばれる君が耕していただいた田んぼなんですけど、あそこで酒米、まあ、夢の香りというのは無事収穫できまして、おかげさまで予想よりかなり多く収穫できましたんで、はいはい、素晴らしいお酒ができました。ロマン。ロマンいいですね。ロマンっていうのはもともと花泉さんのシリーズとしてありまして、はいはいはい、ロマンオキッピーエディション大鷲っていうことで限定で花泉さんが今回作っていただきました。3000本作りまして、1000本をロンドンの方に輸出しまして、で2000本は昭和村村内だけでの販売になる予定です。これもあれですヨーロッパで奪い合いになってるんですよね。奪い合い、まだそこまでは言ってないんですけど、まだなってないんだ。昭和村では結構なんかそれに近いようなことが今奪い合いに近いことになってるんですね。その日本酒暴れる君の元にも届いていると聞いたんですが、はい、ありがとうございます。ですね、一気に飲まないでできればですね、はい、時間をかけてですね、味わいの変化を楽しんでいただきたいっていうことが星社長から言われてるんですよ。飲み始めとラッパの、いやそれはもったいないな。なんかできればいいワイングラスか何かで、香りと両方楽しんでいただいて、はい、じゃあこの花泉の星社長と中丸杜氏が本当に精魂を込めて作りましたんで、わあすごい香りがいい。なんか口に含んだ瞬間もう幸せがこう通り抜けてくる。そうなんです、いいこと言いますね本当に。はいはい、すごいいい香り。じゃあ私もちょっといただきますね、はい、ロマン。あ、ぜひどうぞどうぞ。はい、じゃあ暴れる君所さん乾杯。あ、乾杯。リモート飲みみたい。わあ、本当だ、香りいいですね。暴れる君が言った通り、時間の経過とともにだんだんまろやかになってきますんで、うん、もっとビリビリってくるかなと思ったんですけど全然そんなことないですね、はいはい、柔らかい。所さん、取材当時は所さん一人で暮らしていらっしゃいましたが、現在は長男の陽一郎さんも一緒に暮らしてるんですか。そうです、はい、息子と二人で農業をやりながら、はい、それ自主的に息子さんが手伝いに来てくれたんですか。そうです、息子も一緒に働いていますですから。いいな、頼もしいですね。じゃあ頼もしいですね、はい。息が消えたらですね、今度はグランピングとかですね、はい、そういうことも受け入れて、はい、顔がしますんで、グランピングできましたら遊び来てください。はい、ぜひお願いします。はい、いや、所さん今日はお忙しい中ありがとうございました。ごめんなさい、ありがとうございました。息子さんにもよろしくお伝えください。はい、ぜひまたロマン飲みに来てください。帽子大事にしてます。笑った帽子ありがとうございます。